した目的っていうのは、私たちの論理構造が世界革命戦略という形で第2段階というふうに世界革命戦争の表現を考えています。そのことを世界的に表現していくかという問題で問われていると思います。それは去年のハイジャック闘争によって人事を通してしか世界革命戦争の波を領土できないんだということを私たちの組織が証明していると思うし、現実に極右派の思想というもの、現実の競争の中の脅威というのはどこなのかということを苦しみを通してしか見ることはできなかったんだけれども、現実に実践的な形でしかね、そのことを表現していかなかったということが第一点と、それから私たちがハイジャック闘争で完結した波というものを現実に継承しているのが PFLP であり、私たちが世界と世界赤軍、世界革命戦争として表現した問題提起をね、世界というふうにその共有できるのかというもので、そういうことはもちろんスパマロスとかフラッカーとかあらゆるところで言えるんだけれども、やっと見た中で一番感じたことは世界風とか国際主義とかに言ってるけれども、結局一方的にしか世界というものを見てなかったような、それは認識の問題だと思うんだけれども、例えばこっちに来て日本の環境状況を見た時に、死体が極端の環境を処理する時に死体が
大革命戦略として登場してくるだろうし、そういう軍事共同軍事行動を通してしか世界との問題っていうのは語りきれないだろうし、そういう意味で昔から言ってた世界と世界赤軍、世界革命戦争統一戦線の人権っていうのは、そういう共同軍事行動をどういうふうに導いていくのかという戦いの中で作られていくということがまず第一だと思います。